はいどうもこんにちはえ木曜午後三時えサウンドエクスプローラーの時間が今日もやってまいりましたえナビゲーターのケイズです今日もよろしくお願いしますねお二人さんのミキスミキサールね女性の方二人いるんですけどよろしくお願いしますちょいちょい突っ込むかもしれないんでよろしくお願いしますお願いします今日いい天気ですよねね昨日と違ってね昨日の夜とか湿気すごかったですよね特にここら辺がすごかったって聞いたんですけど はい、今日もすごいいい天気で気持ちいいです、はい、じゃあちょっとさっき早速1曲目ちょっと行きたいと思いますい 1>, 1曲目「だジミ・ヘンドリックスで i f 6 w a s ンお願いしますああ、はい <laughs> はい、えー、どうも、えー、先ほどかけた曲もう一度紹介したいと思いますジム・ヘンドリックスで「i f 6 b u z e でしたはいこういうのも好きなんですよねちょっと今投げかけてるんですけど <laughs> ジム・ヘンドリックス知ってますか二人はすいませんわからないです,ですよね知らなくてもしょうがないと思う、はいます <laughs> イージーライダーって映画知ってるイージーライダー、うん、ヒッピーの映画って言ったら変だけどその時代のそれで多分この曲疲れたと思うんですけどう、はい、こういうね ギター好きな人はやっぱ地味ン結構好きな人多いんじゃないかなと思うんですけどはいじゃあちょっとこういう感じのちょっと少しロックなテイストでもうちょっとファンキーなやつしかも女性ボーカルで次行きたいと思います、はい、ティナ・ターナーティナ・ターナーって知ってますかティナ・ターナー知ってます、はい、ティナ・ターナー昔アイクっていう旦那さんがいて、うん、アイクティナ・ターナーって二人でやったんですけどその頃の曲を一曲いきたいと思いますアイクティナ・ターナーで「ファンキア・ダナーモスキート・ツイッター」ですお願いします はい、えー、アイクティナ・ターナーで「ファンキーアだナモスキートスイッター」でしたなかなかファンキーですねちょっと声がねはい僕結構こういうボーカルも好きなんですけど今日はちょっとねあの思いつけたわけじゃないんですけどザックバラにいろいろこうね曲をかけていきたいと思ってます、はい、ティナ・ターナー女性のボーカルできたんでもう1曲女性の曲をいきたいと思うんですけど次はちょっと「病クの曲を1曲いきたいと思いますじゃあ早速先にかけましょうね、はい、ビョークで I see who you are です。お願いします。 ははい、えーはい、ビオクででしたビオクなんですけどえっとどうですかあのミキサーのミさん,ミキさ,んさっきね曲かかってる間いろいろ話してましたけど <laughs> 僕あの個人的にはあの最近あの、ね、ニュースでこう出てますあのハリウッドの大物プロデューサーがあのセクハラずっとしててで問題になってるっていうので <laughs> ビオークも昔その「 おそらく「ダンサー・イン・ザ・ダーク」ではないかと思われるんですけどでマーク・ジン監督のね映画で監督からセクハラを受けたっていうニュースを昨日とといぐらい読んで最近ちょっとねそういう記事多いですよねそうですよねみんな結構そこを狙ってるのかって思うぐらい僕は「ダンサー・イン・ザ・ダーク」は実は見てないんですけど僕の実は僕の母親は一回見に行ったんですよねどうだったって聞いたらいやちょっと自分にはなかったなって割とね ちょっと否定的じゃないけどネガティブな意見だったんですけども、はい、いいっていう人はすすすごいいって言いまよよねねそうですよ、ね、<ー>私も見たんですけど、うん、なかなかストイックな映画だなと思いながらでもあの時はもうまだ、うんえー、確か中学校<お>中学生とかなんですよ。 中学生が見てもストイックだな、うん、でこの「ビョークの世界観すごいなっていうのは感じましたうんなるほどうん、うん、そうなんですねそうかそう、ね、音楽もねいろんなチャレンジしてて、はいね、ファッションもそうだけど最近ねまたちょいちょい聴いたりこう見たりする機会が出てきてるような気もするんですけどうん、うん、はいそんな「ビョークの曲でしたではですね またちょっと女性ボーカル行きたいんですけどもっと静かな感じになるんですけどもしかしちょっと眠くなっちゃうかもしれないんですけどえっとですねキャットパワーっていうアメリカのシンガーがいましてその人がカバーしているシー・オブ・ラブを行きたいと思います。 はい、えー、キャットパワーーででシブブラブでした、はい、この曲はですね、うんあの、個人的な話になっちゃうんですけど、はい、シーオブラブっていう曲がありまして、はい、あのちょっと違うミュージシャンの話なんですけど、はいはい、レッドゼッペリンってバンドのボーカルの人とギターの人が開催後に組んだ、うん、ハニードリッパーズっていうユニットがありまして、はい、それで昔多分日本の車の CM でも使われたと思うんですけど、 全然違う曲調でこの曲カバーされてましてなるほど I wanna tell you Oh how much I love you みたいな感じなんですけどで曲好きで僕はちょっと自分でも歌うんですけど僕は実はこうちょっとレパートリー入れたんですけどこの人のこのカバーをある日どっかで聞いたんですけどこのすごいシンプルな歌い方がすごいいいなと思って みたいな、<laughs> そんなエピソードが個人的にあるんですけど。<laughs> 声もすごい素敵な方ですからね。ですよね。はい、はい。そういうキャットパワーのシューオブラブでした。はい。じゃあちょっとこう少し緩い感じの曲をもう一曲いきたいんですけど、はい、次はあの、スタンドバイミーで有名なの、ベン・イーキングの曲を一曲いきたいと思います。いけますかね。ベン・イーキング、スパニッシュ。はい。 じゃあ行きましょうか。ベインイーキングでスパニッシュハーレムです。お願いします。 はいどうも、えー、ベイン・イ・キングです。スパニッシュ・ハーレムでした。はい。なんかね、ちょっと優しくなれるようなね、うん、感じの曲でしたね。いいですね。なんか今日の天気にもマッチしてるかなと思ったんですけど、はい、まあ、ちょっとそういう感じで曲いろいろかけたんですけど、はい、ちょっとこう、今回もね、えー、またお店の、えー、ちょっとイベントの告知をしたいんですけども、はい。えー、音ボラ えー、FM 小座隣の粒八の地下にあるお店なんですけどもライブとかいろいろ DJ のイベントをやっております明日金曜日すごくいいイベントがあるんですけども「えー、オトブラフライデー」っていうタイトルで昔やってたイベントがですね、はい、またこう復活するんですけど<ー>それの第一弾でですねはい、はい、昔から世話になって DJ 新吉を中心にですね、はい、今回タイからもゲストの DJ が来て結構こう。 まあ若い人から結構大人も楽しめる、うん、アダルトの感じの夜になると思うんで、はい、チャージ1000円でワンドリックンでやっています。すぜひとも、はい、10時からなんでユミ、はい、さんもねよかったらタイムがあって遊にさわかりました。はい、そんな感じで今日はお別れしたいと思います。<laughs> えー、ナビゲーターのケイデでした。また来週もよろしくです。Thank you!